というわけで、今日はフリーライダーっていうシミュレーション、シミュレーターを、やってみたいと思います。ドローンとか最初いきなり実機飛ばすとですね、落としたりして結構壊しちゃったりして、危ないので、まずシミュレーターから練習していくといいと思います。で、やっぱりこのシミュレーターもですね、めっちゃ難しくて、一番最初は多分10秒もホバリングできないと思います。で、このフリーライダー自体は、フリーでありまして、で、有料版もあるんですけど、フリー版の場合はこの、デザートっていうステージだけ使えます。で、有料版は他にもステージが開放される感じになってます。で、今日はこのステージ紹介していこうと思います。では、デザートステージからいきます。で、デザートステージなんですけど、こういうふうに、なんもない砂漠に、棒がいっぱい立ってる感じで、で、棒をくぐっていくっていうことができます。で、自由に飛ばして遊べるんですけど、ぶっちゃけなんもないステージですね。車があったり、あと最初のスタートのこのベンチがあったりぐらいですかね。で、このゲーム、タイムアタックレースができて、で、こういうふうに、光って、次ここだよっていうのを教えてくれるんですけど、こうやってぶつかったら終わるっていうだけなんですけど、こうやってひたすら落ちたら次っていうふうに、難しいですよね。で、デザートステージはこんな感じです。はい、じゃあ次行ってみます。次が、この、アイスランドかなっていうステージになります。で、ここはちっちゃい島なんですよ。これだけしかなくて、で、木がいっぱい生えてまして、で、真ん中に広場があるようなステージになってます。で、こう木の間をひたすら走ったりとか、謎のタワーが立ってるんですけど、タワーがあったりとか、このステージもタイムアタックがあって、で、コースとしては外周をぐるぐる回る感じですね。こうひたすら、光ってるところを外れると検知してくれないんですよね。ひたすらこうですね。こっちだ。こんな感じでぐるぐる回る。じゃあもう一周やってみます。こっちですね。コース覚えてないんですよね。こうやってぐるぐる回る感じです。で、ここは結構狭いんですよね。
そんだけしかないので。はい、じゃあ次のステージ。あ、あと有料版だとドローンを何種類か選べて、でこのスナッピー321と、なんで、なんて読むんですかね、この一番上のやつと4種類選べて、下に行くほどパワーのあるドローンになってます。で最初はこの一番上のやつが、無償版も多分この一番上がデフォルトになってると思うんで、無償版多分1個だけかな、これだけ使える状態になってると思います。で次はこのステージ行きます。でここもデザートステージと一緒でだだっ広いステージがあって、でゲートが立ってるだけですね。真ん中にこうなんかタワーが立ってて、でここもタイムアタックがあります。でまあゲートをこうやってひたすら、パワーのないドローンにさっき変えたんで扱いやすいですね。やっぱ下のパワーのあるやつにすると吹っ飛んでいくんでやばいっすね。最初は多分この一周するだけですごい無理だと思いますね。マジで10秒落ちずに耐えるのが結構大変ですね最初は。まあこんな感じですね。であと3つか。ちょっとやっぱこのスナッピー1にします。やっぱこれにします。で、次がプレイグラウンドかな。で、ここは公園になってまして、こうやってブランコがあったり、滑り台があったりと。で、マップ全体はですね、ここもなんかちっちゃい島になってます。で、あ、ちなみにこのゲーム端まで行くと戻されます。はい。でここは結構狭いんですけど、こうやって落ちましたね。まあこう遊具を楽しむと。でこのタイムアタック結構大変で、結構クリアするだけでしんどいんですよ。コースを覚えてないんですよね。どこ、こっちか。どこ？あった。はい、ここ。これは？ここ？まあ、わかんないですね。というステージと、あと2つ。これは駐車場のステージになってて、一番狭いっすね。こう、駐車場が。
で、これ一応下もあります。もう一個下はないです。ここで行き止まり、行き止まりですね。で、この階と、一個下と、で、このステージは外があります。で、まあ外はこういう広いステージになってます。まあ、何なんですかね、この建物。ひたすら駐車場がある感じで。で、ここもタイムアタックがあるんで、やってみましょう。これ、多分、ぐるぐる回るやつだと思うんですけど、違った。え？あー、こっちね。え、どこ？あ、あったあったあった。おお、まあこんな感じのコースです。で、さあ行こうか。このトゥータワーズ、まあそのまんまタワーが2個あるだけのコースですね。で、木がちょこちょこっと生えてる感じで、なんでまあこう木を回ったりして、練習する感じですかね。で、ここもタイムアタックやってみます。これもコースがよくわかんない。どこ？ああ、そこね。マジでこのゲーム見失うんすよね。どこ？あった。こう。ああ、なるほど。で、こういって、中を行って、こう行って、こう抜けて、あれ？違う。あれ？合ってる？こう。違う。え？こう。違う。
ほう、違う、上からか。あれ？こうか。ああ、はい、でここ。難しい。ちょっと一周だけしたいですね。これ上か。やばい、ここ難しいな。見失いました。あった。からパワーループして、あー全然違う。これが難しいな。こういうのってどうしたらいいんですかね。こう、あー当たってしまった。まあこんな感じで6ステージあります。ちなみにこのスナッピー3にするとめっちゃパワーあります。ほら、やばくないですかこれ。こんなの無理だよ。おーい、やばくないっすか。あとまあこの設定で細かくセッティングできます。でこのスナッピーとかってこの設定のなんていうんですかね、種類というかデフォルトでいろいろこう設定変えてくれるだけでオリジナルで好きなようにいじれます。まあそんなところですかね。ああ、とこのなんていうんですかね、スロットルカーブをいじれて、でリニアとなんかこのちょっとこうふにゃっと曲がってるやつと結構ふにゃって曲がってるやつとすごいふにゃって曲がってるやつが選べます。でリニアは本当ちょっとした手の動きでドローンが震えるんであんまり使いづらいですね。私はこのエキスポ1を使ってます。こんな感じですかね。個人的にこのステージが好きです。このぐるぐるひたすらぐるぐる回れるんで、うぃ、難しいな。うん、まあこんな感じです。でやっぱ初心、これ無料なんでこのステージだけは無料でできるんで、ぜひドローンを買って届くまでの間とか、まあ、買った後でもいいんですけど絶対練習した方がいいと思います。本当に初めてこのゲームやった時に5秒10秒ホバリングができなくて、でこのゲート1個通るのも全然できなくてですね、で正直何回もこう心が
折れそうになって、で、まあ、心は折れたんですけど、やっぱ1日2時間とか1時間って決めて死ぬ気でやってましたね。1週間で1週間ぐらいやると、普通にこうゲートをくぐって一周するぐらいはできるようになると思うので、負けずに心折らずに1日1時間とか2時間って決めて必ずそれをやるようにすれば、どんどん上手くなっていくと思います。で、最初は絶対こんな無理だっていう感じになると思うので、5秒で落ちて5秒で落ちてっていうのをひたすら繰り返して、5秒が10秒になって10秒が15秒になってっていう風にちょっとずつ伸びていくと思うので、まあ頑張るしかないですね。で、やっぱその5秒とか本当5秒で落ちるんですよ。で、それ実機でやってると思うと結構ボロボロになっちゃうし、まあそもそも電池がねそんな持たないんで、実際のドローンとか5分飛べばいいところなんですけど、これだったら1時間でも2時間でも練習できるんで、とてもいいと思います。で、やっぱ無料のやつはステージ1個しかないんで、結構飽きちゃうんですよね、同じステージだけだと。で、1週間、まあ1週間は頑張れると思うんですけど、それ以上だと結構飽きちゃって、でそうなってくると、課金して製品版買ってステージ増やそうっていう感じになるんですけど、で、これ製品版有料なんですけど、確か500円とかすごく安いです。なんでまあお小遣いで買えると思います。はい、というわけでフリーライダーでした。ぜひ皆さんこれは落としてみてください。